センターみたいな感じなんですけど、やっぱりね歌割りが一番最初にあるって素晴らしいっすね。かわいい、ありがとうございます。めっちゃ嬉しかったよ、よかった、ほんまに。自分もね、でも8期だけのランナーズ入って初めてやし、なんか本当にちょっとまだまだなんですけど、今日出てる今日のランナーズハイのメンバーの中で私が一番初日が早かったので、ランナーズハイのね経験もいっぱいあるから、なんか引っ張っていけたらいいなって思ってて、ほんとごめんなさい、誰やねんって感じなんですけどはいね嬉しかったです、一番手で。やったわあ嬉しい、ありがとうございます。本当に歌い出したっぽい。なんかね、でもいや、なんかごめんなさい、ちょっといいや。今日のポイアートで見るね、見てみてください。 MC がめっちゃ印象的やった。そうなんですよ、 MC、 そうそうそう、 MC、 あの全体 MC のねスキルをね2回目なんですけど、ちょっとみんなお客さんがねちょっと笑ってくださって嬉しいです、嬉しかったです。ちょっとね見てないよって人がいらっしゃったら、より公演の MC 見ていただいたらちょっとウケてるんで見てみてください。本当になんか私は普通にウケを狙って言ったわけじゃないというか、まあ素の自分なんですあれ本当に。アーカイブ楽しみです。そうやんな、0時まで、0時まで出えへんかな、楽しみにしていてください。リサヒが暴れてたねなあ、リサとミヒの初めてやもんな、一緒に出んの。めちゃめちゃファイトったわ、ほんまにファイよあの二人。うん、MC の強引なまとめとった斎藤でした、なんて言ったっけ直しといてもらってみたいなですよね。そうセンターだったんですあれ、一応ランナーズハイね、ダブルセンターみたいな感じなんですけど、楽しかったぜ。フーアさんをいじったの面白かった。え、本当にあれはフーアさん普通にマジで優しいんですけど、あの目は大きいじゃないですか、なのでちょっとビビっちゃうっていうね、全然優しいんですよ、フーアさんは。でもフーアさん、フーアさんのキャラってめっちゃいいですよね、めっちゃ面白いですよね、フーアさん、フーア様キャラみたいな。なんか今日もね、なんか照明が消えたんですけど、それもなんか面白くしてはって、もうさすがですと思いましたは31日なのでね、ぜひ皆さん応募してください。終わったんかな、31日の応募、まだまだですよね。31日はねちょっと来てほしいなと思いますねはい、ふわさも面白いほんまに。淀川の花火大会見てきたよ、はい、やってましたね淀川今日みおちとね約束してたんですけど、全然いいですよ私は、本当に楽しかったんで、ランナーズハイセンターできたしまあちょっと行きたいのもありますけど、来年にね我慢しときます。皆さんの話を聞かせてください、祭りのそう、お話し会の申し込みはもう締め切ったみたいで、1時23時までだったんですけど、23時までだったんですけど、皆さんちゃんとお支払いしてくださりましたか。花火タイプよりさくらちゃん人破綻は、そう言ってくれるファンの人が人破綻風呂上がりですか、ごめん風呂上がりじゃないよこれ、もう熱すぎです。私もあいたさんツイッター上げてたけど、私もそんな可愛い私服でちょっとあの公園行こうと思わなくて、レッスンに出ちゃういつも。したよ、あ、よかった、ありがとうございます。
支払いしてオンライン参加するよ。やった。オンラインもね皆さんあるのでぜひ。でもなんかリアルで会いたい気持ちもめっちゃわかります。本当にオタクなんで私は。弥生とだってリアルで会いたいなと思うから。何の話やねん支払い終了までの申し込みです。リアルお話し会全部外れました。やっぱなんかリアルの方がね人気ですよね。ね、みんな楽しみやね、みんな本当に。でもオンラインの方もねいろんなコスプレしてるから、皆さんねぜひオンラインで前に来てください。オンラインやったら10月1日、10月1やったっけ2やったっけ忘れたけど、10月のめっちゃ最初の方に話せるんで、リアルは多分11月だったんで、私と早く話したいよって人がいらっしゃったら10月の最初の方の一番最初の枠取ってみてください。関東ないらしい。関東ないですよね、寂しい。でもなんかね地方の人もね大阪に来てくださるみたいな来てて感動ですよオンラインってでもさリアルより緊張しそう思いません？なんかリアルの方がいける気する。板野友美さんと握手したことあるのありますよ。板野友美さんオタクだったんで可愛い。本当にこの前家掃除してたらさよならクロールの CD 出てきてマジでエモってなりました。多分ちょっと待ってください、間違ってたらごめんなさいなんですけど、多分板野友美さんがフロントだった1列目で、センターでしたっけ4人で、パルルさんと大島優斗さんと、なんかはいこの前出てきてエモってなりましたコメント見ます。おー、みんなさん払ってくださりましたね、ありがとうございます。本当に本当にありがとうございます。もう嬉しいです、私に会いたいって思ってくれる人がいて本当にありがとうございます。いっぱい話しましょうね。リアルの方一部当選、やっぱリアルの方が人気っぽいですね。今日の MC 見て2時申し込もうと思いまして、めっちゃ嬉しい、しっきり頑張ってよかった。何ですかあの最後の直しといてもらっての締めですか、わからんけど、よかったです。リアル完売したんかな、わからんけど部数ね追加できたらいいなって思います。ね、リアルね倍率高いみたいですね。さくらちゃんに会うのをモチベに仕事頑張る。嬉しい、ありがとうございます。いいんですかこんなんで、ありがとうございます本当に。なんかさ、また脱線しちゃうんですけど、後でまたコメント読むんですけど、なんかモバメで学生時代の宿題、なんか夏休みの宿題に絡めて学生時代の私の夏休みの宿題事情を話したんですよモバメで。そしたらなんか皆さんの返事読んだらめっちゃ面白くて、なんかいろんな人いらっしゃるやなと思ってて、なんかモバメで言ったんですけど、私は本当に溜めちゃうタイプで、そのねちょっと新学期始まるちょっとしたらちょっと前ぐらいにすごい頭のいい子のね数学のねワークの写真が出回ってるんですよ本当に。多分ほとんどみんな持ってて、その頭いい子のね画像それを友達と電話しながらもやってましたね、写して。なんかそんで全然本当に結構宿題あってめっちゃ溜めてたから、なんか2日連続徹夜みたいなのあったんですけど、友達と電話で朝日昇ってきて草みたいな言ってました。テンションギャルなんで、もう朝日見えてく草みたいな、鳥鳴いてく草みたいな言ってました。懐かしい、ほんまにね。ですね、
サクサクパンダな、会いに行けるアイドルですね。そうですね、劇場公演もねほとんど出てるんで、本当に皆さん会いに来てください。劇場見送りで声出せないからね。え、やっぱ出せないんですか、ファンの皆さんお見送りって。私たちはマイクなしでは喋っていいよって言われてるんですけど、ファンの人ってやっぱ出せないんですか、あれ。そうなんや。はじめましてしますね、やった。でもね、だいぶ前回のお話したいと、お話書いたらさ空いてるじゃないですか。だからはじめましてする人もめっちゃ多いと思うんですけど、めちゃめちゃ楽しみです。やよたんとさとたんどっちが好きの、え、そんな選べないですよ。どっちも好き、本当に。推しを目の前にすると頭真っ白になるんだよね。え、めっちゃわかるけどさ、なんと多分さ、わたなさんのショールームでも言ってたけど、すみのわたなさんのショールームでも言ってたんやけど、なんかマジでそういうリアルの対面イベントは推しを実物見れただけでめっちゃ満足します。なのでそんなに、私も握手会の時に何も喋れへん時やったんですけど、もう実物見れたんで、もう全然もう元を取ってるなって思ってて、そういう考え方です。私は喋れたらめっちゃ嬉しいけど、実物見れただけでね、めっちゃ嬉しくないですか。でも私は皆さんと喋りたいんでね、喋りましょう。リアルケータリング楽しみやろ。え、楽しみ、めっちゃ。弥生と同じ部なので、アミちゃんと弥生かな、多分3人でね食べたいと思いますよ。なんかそう、めっちゃ懐かしい、ちょっともう懐かしいんですけど、リアルの時に、え、リアルお話し会の後に3人でご飯行ったんです、アミちゃんと弥生と。え、懐かしい。なんか多分モバメで写真を撮った気するんですけど、体重報告みたいなしてたんですけど、すぐ終わっちゃいましたね。はい、楽しみ、マジでな。現4回生です。大変だと思いますが、ほんと今のうちに単位取っといてくださいね。うわー、しみる。ありがとうございます。大学生、私は大学生のトークもできるんで、ぜひ皆さん共感しましょう。なんかパワーポイントの話とかしますよ、全然私は緑のデザインがいっちゃん好きなんです。あの話したいの服装とかのやってたじゃないですか、緑のパワーポイントのデザインがめっちゃ好きで、なんかもうセンスがもう絶望的にないから、あの緑のデザインによってちょっとなんか頭いい人風みたいななるのが好きで、すごい緑のねパワーポイント使ってます。そうそう、ちょっとコメント読むのめっちゃ好きなんで、ちょっと遅いんですけど、ちょっと読ませてほしいです宿題早く終わらせようと思うけど、いつの間にか夏休み終わってる。えー、ほんまにそれな。なんかでもさ、宿題残ってたらさ、ちょっとなんかうってなるよな。友達と遊んでても、うわ、まだ宿題あるわみたいな、早終わらしときよって感じなんですけど、やっぱめんどくさいですよね。あ、出せないんですか、ごめんなさい本当に全然ちょっとあんま把握してなかった。あ、そのためのスキルと、出せるなら声援できるやん、確かに。早く声出しもね解禁になったらいいなって思います。名前呼んでもらいたいです、キュップ中に。めちゃめちゃうん、夜公演の MC しきり面白かった。ええ、よかったです、本当に。ノープランでいいですか、ノープラン。じゃあ私が萌えゼリフを言います顔ちょっと戻った。え、ほんまに言ってました。ちょっと私もちょっと思ってたんです。太りましたか、やっぱり。
ちょっと食べ過ぎてたんですけど、でも体重はあんま増えてないんですけど、ケータリングマット教えて、教えます。テンションぶち上げて会いに行く。テンションぶち上げて会いに行く。めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。初見まゆさん、ありがとうございます。なパパの話できるからマジ。最前列開放してほしいな。そうですよね。でもなんかナンバトルの時は3列目からだったじゃないですか多分。なのでナンバトルの時と比べたらでもだいぶ近いなって思います。ハチキの誰とは言ってたな、サクラは頭いいオーラが出てて、ミヒはアホそうなオーラが出てるって。いやでもちょっとミヒナはちょっとアホそうな雰囲気あるけど、もうそれもねミヒナの魅力ですよ本当に。マジで可愛い。なんかおばあちゃんの時にミヒナと一番めっちゃ近いんですけど、サクパンみたいな緊張するみたいな感じで頭乗せてくるんですよ、パタに。めちゃめちゃ可愛くないですか、ミヒナ。尊すぎるやろ、さすがに。本当に何でもしてあげるよってなる。マジで可愛い。でもね、あゆぴょんの気持ちもわかる、マジで。リアルで会うと、そんなに小さかったんだと思う。でもね、思ったより身長低いですよね、私。152センチなんでね。だいたい皆さんからこう目線がね下ん皆さんはい諦めます。初見ゆのさん、お話したいって何話したらいいの。前の話したいの時はナンバトルとちょうどねかぶってたから、ナンバトルの感想みたいな言ってもらいました。最近でもね公演めっちゃ出てるんでね、そういうのもねあれ言いやすい、んなんかあるんじゃないかなって思います。あとあれですよね、周年ライブの次の日なんで、あ、それオンラインか、オンラインの話になっちゃうんですけど、周年ライブ終わった後なんで、周年ライブの感想とかね待ってます。はい、大喜利をしたけようと思ってます。汗汗、それ秒数以内に終わらんパターンやけど大丈夫ですかそれ。燃えずりし、今のところ何パターンぐらいあるの。即興でいきます、知らんけど。リアル話し会当選したで、やったー。お話し会始まっていきなり燃えゼリフされるの面白いかも。いや話やったら全然話すんですけど、ないよって人はもう来てくださったね感謝の気持ちを込めて燃えゼリフを言っちゃおうみたいな。わからんけど、サクパンも年少組に甘いの。甘いですね多分、基本何でも許しちゃうかな。な、渡名さんと同じやで。桃田さんより背高いと思います。ミヒナと同じぐらいです。大学との両立大変だと思います、応援してます。めちゃめちゃ嬉しい、ありがとうございます本当に。リアルお話し会は両日とも完売した。やばしゃくれそう。リアルお話し会両日完売した。どうなんでしょうね。でもなんか落選したみたいなの聞きましたけど、皆さんのね23時のお支払い次第ですね。それは来週分かるんですかね。部数ね追加なってたらいいですよね。リアル人気ですねやっぱり、オンラインと比べたらね。猫の日はやっぱり楽しみ。猫の日ね、猫を喋っちゃおう。ホームルーム死ぬほど楽しかった思い出話あります。私高校3年生の時は
思い出作りで、なんか毎日一日一社みたいなしてたんですよ。それも青春じゃないですか。めちゃめちゃ毎日写真を撮るんです、先生の携帯で。それで卒業式の日になんかスライドショーで流してもらったりして、なんか3年生の時の担任の先生はすごいね、なんかすごいね、いろいろねやってくれたなっていう印象があります。なんか修学旅行もめちゃめちゃ写真撮ってくれたり、チェキ渡してくれて、チェキなんか100枚撮ろうみたいな、クラスでみたいなやってました。あ、そうなんですよ、堀しおんさんの YouTube に私出てます、ぜひご覧ください。誕生日とかね祝ってもらいました。もうね、ゆいなさんもしおんさんもめちゃめちゃいい方で、もうマジでめちゃめちゃいい方なんですよ、本当に。もう誘ってくださって本当にありがとうございます。ショールーム何時までしてくれる？どうしよう、全然決めてないねんけど、どうする？最近ネコボめっちゃ練習してる。おもろすぎやろ。ちゃんとね、ちゃんとやってくれる派なんですね。私だけでも全然いいんですけどね、やってくれたら楽しいので、しようね。こんばんは。現代人の先生やな。そうですね、割と若めの先生でしたね。めちゃくちゃ青春じゃん。ですよね。修学旅行はね、東京に行きましたよ、ディズニーランドね。先生行けすぎてるな。なんかそれは3年生の担任の先生っていうのがいいじゃない、良くないですか。すごい、そんなね思い出に残る。だからちょっとそういう先生ってちょっとゆるいじゃないですか。だからなんかその先生の担当の教科の時は割とみんなであんまり授業しないでみんなで話したりする時間になったりとかね、楽しかったですね、すごい。ネポボで公演出演してほしい。私はボンハイトっていうので、さくらと2回手拍子お祝いしますにゃん。ボンハクラ、ボンハイト、勝利の女神、さくらはあなたに微笑みますにゃんみたいな感じですか。てっぺんまでポニーテールめっちゃ痛なってきた。なんか本当にポニーテールね、最近全然痛くないなと思ってたんですけど、やっぱり時間経ったら痛いっすね。先生と仲良しやったタイプ、仲良しというか、まあ、話してちょっと成績をどうにかしようって思ってたタイプです。本当にね、どうにかなるよね本当に。かわいい、ありがとうございます。前回釣ってくださいしたらにゃんって言われた記憶溢れてきました。ごめん、もうちょっともうちょっと頑張って釣れは、それはね、それは釣れてないな全然。ほえむにゃん、みんな言ってくれてかわいい。何時までしよう、マジで。31日ね、楽しみですね、みんな。ぜひね、応募してください。応募してみてください。暇だよって方がいらっしゃったら。31日ね。ミッヒーのアイカさんいじり面白かった。食パンもいじらないと。本当に最近アイカさんマジで喋りやすいです。本当にマジで、ずっとチーム B2 になってからずっと優しいのは変わらないんですけど、マジで喋りやすいです。アイカさんもう喋りやすくなるほど、めっちゃ喋りたいと思う背中を押してはる。アイカさん本当にめちゃめちゃ優しいしね、本当についていきたい、キャプテンに。なんか
あゆかさんもわたなさんもそれぞれなんか別の引っ張り方をしてくださってて、なんか2人ともちょっと誰やねんって感じなんですけど、2人ともなんかね違う要素があっていいなって思います。本当に誰やねんって感じなんですけど、はい、そうですね。3時まで草好きなパンある、めっちゃいきなりですね。でも好きなパンはメロンパン、揚げパン、美味しいよねパン。でも私ご飯派やな。今日のランナーズハイを取った、皆さんは質問なんですけど、私は新キロやったことないけど、ハート型とランナーズハイどっちが好きですか？私がやってるのを見て聞きたい、それめっちゃ。ハート型、ハート型、ハート型をランナーズハイもいた。ランナーズハイ、ランナーズハイの方が結構意外、ファンの人絶対ハート型って言うんかなと思ったら意外とランナーズハイ多いですね。ランナーズハイ思ったより多くてびっくりしてる。ハート型、ランナーズは元気もらえる、ハートは時のやつ、ランナーズの走ってるイメージ強い、ハート型、松尾ズハイさランナーズハイめっちゃ衣装似合ってる、サトタンとマトチの3人のハート型、ランナーズハイ、そうなんや、ランナーズハイの方が多いっぽいの。ハート型のセリフ最高。ハート型はなんか同じぐらいやの。新キロもしてみたいマジで。でも本当にこのね手の動きが多分私めっちゃ苦手だと思うんです。できてますかこれ。私はどっちだと思いますか。私はランナーズハイとハート型やったらランナーズハイの方が好きです。はい、意外でしたね。ランナーズハイはできてますかこれ。ランナーズハイはマジで本当に新キロやったことないけど、ハート型と比べてもマジでもうしんどさこんぐらい違うんですよ、体力の消費。まあランナーズハイってもうサビの動きを見ていただけると分かるんですけど、もういかにもしんどそうじゃないですか。もうランナーズハイのしんどさはエグいんですけどやっぱりなんか私に合ってるかなと思いますね。全力フレッシュみたいな。ハート型もね、ハート型めっちゃやりたいと思ってたんですけど、私はやっぱねランナーズやなと思いました。ハート型もめっちゃ好きですよ。けどあとはハート型はめっちゃタンバリンの向きをめっちゃ意識しないといけなくて、ランナーズハイはそう揃えるところを踏まえて練習して出たら本当にできるんですよちょっと語彙力なさすぎてあれなんですけど、なんかすごいがむしゃれにやってたら成り立つじゃないですか。ハート型はすごいタンバリン3人やし、タンバリンのなんか向きとかも合わせないと目立っちゃうから、めちゃめちゃいろいろ考えてるんですよ、考えて出るんですよ。なのであきら先生にもちょっとハート型は結構言われますねけどランナーズハイやな、やっぱり。食パンはどっちのランナーやもんな。そうですよ本当に。ハート型もなんか楽しいんですけど、ランナーズかな。新キロマジでやりたいな。でも本当に
蜃気楼な表情むずそう。誰とやりたいやろ。弥生かみおち。みおちの蜃気楼めっちゃ好きなんですよ本当に。そう、弥生で思い出したんですけど、弥生ね、29日にねチーム N さんのまたぎに出るじゃないですか。もう私ファンの人並みに楽しみにしてますからね、本当に29日 DMM でね見ようと思ってます。弥生の頑張ってるところ見たいです。ランナーズ職人目指して、本当に目指します。ランナーズね、弥生すごいな。私が N と M またぎどっちっぽいですか、皆さんのイメージ。 M かわいい、ありがとうございますM、 M で見てみたい。 M、 M 多いな。重力シンパシーやりたい、めちゃめちゃ世代ですよ。 N、 M、 M 多そうやな。 N はダンスが難しいイメージ。私はめちゃめちゃ個人的なんですけど、私は N と M 本当にどっちもめっちゃ出たいんですけど、どっちのセットリストが好きって聞かれたら意外と N なんですよ私本当に。なんか弥生とねその話もしてたんですけど、なんか N ってすごい大人っぽい曲多いじゃないですか。大人っぽい、なんか静かみたいな、あの94の雷鳴 AKB さんのとかめっちゃ好きで、マジで N のセトリ、 N さんのセトリめっちゃ好きで、めっちゃ N 出てみたいなと思います。ダンシングハイとか全然やりたいです。ダンス下手なんですけど、N なら何のユニットしたいですか。これはマジで言われやと思われるんですけど、めっちゃ臭いものしたいです。めっちゃ聞いてて、歌好きでめっちゃ聞いてるんですよ。もうマジで嘘抜きで毎日いっぱいは聞いてて、めっちゃむずそうですよね。でもあの振り私にできるんかって感じなんですけどね。 M さんもねでも出てみたいです。 MC めっちゃ面白いと思います。なんか普通に舞台監督さんとかにもチーム M の MC はマジで面白いから勉強してみてほしいみたいな言ってくださっててね、面白いですよね。臭いものねやりたい。衣装絶対似合う。腹筋出ます、腹筋出ますよね。あれサコタンの腹筋すぎると思った印象。ね、 N チーム N さんさ途中からあれですよね、ヘッドセットですよね、めっちゃ新鮮ですよね。この前ねチーム N さんの公演 DMM で見てたんですけど、サタタンめっちゃ上手くないですか。もう同じお披露目日一緒と、もう一緒なんみたいな、ちょっとマジ悪くないんですけどお披露目日一緒やったっけと思うぐらいパネーっすよね。最近も割れてるの、腹筋割れてますよ一応。ババは見れないね、あんな和田美優さんとかね表情すごい上手いイメージです。
でもちょっと想像したらちょっと面白いですよね、私はね、なんかセクシー系の表情みたいなちょっと想像つかないなけどね、めっちゃ出てみたいと思うんです。なんかしっとり系の曲の方が好きで、元気系よりしっとり系の曲が好きで、なんかあんま多分イメージないと思うんですけど、サカタンはどこまで行くんやろ。でもね、サカタンは消毒してもね、もうずっとね、もうね、あのもうずっと関係性は変わらんみたいな、すごいね優しい、ほんまに。サタタン血管までちょっと浮き出てバキバキ、すげえな。またぎね、出演したらね、皆さんちょっとまだまだ遠い話だと思うんですけどね、見に来てくださいね。だってさ、 B2 の初日の日でさ、めちゃめちゃ緊張したのにさ、違うな、先輩だらけのチームでの初日ってやばいでしょうね。さすがにめっちゃ緊張したで、初日の日 B2 の何バトルで。だってさ、ほとんどの曲やってるわけやん。あ、でもポジション変わったわけどな、ずっとに振り入れ2月とかで、初日5月でね、絶対緊張するやろな。弥生すごいな、ほんまにめちゃめちゃ楽しみ。29サプパンの大阪弁大好き、ありがとうございます。9期生ね、オーディション締め切りましたね。ね、焦るよね、やっぱり。けど9期生にはね、優しくします、絶対。サプパン、弥生好きすぎる、モバムにも書くなんて。え、モバムいつ書いたっけ。でも弥生はほんまに好きですよ、私。マジで可愛い。周年コンサートも楽しみなあ、めちゃめちゃ楽しみ。周年ね、でもちょっとね、不安やけど、日数多いから。でも話したいんでね、絶対感想聞くので。弥生への リプなあ、弥生かわいすぎやろ、なんであんな可愛いねんびっくりしたわ、ちょっと。あとあれもめちゃめちゃ可愛かった、リサとミヒナのミヒナのなんか、何だっけ、なんか言ってましたよね、可愛い、マジで。アンダーライブもね、あるし、盛りだくさんですね。メンバーの中で一番好きな党は、え、ガチで考えます、ちょっと待ってくださいね。サトタンと弥生と風和さんかな、3人おるかも同率1位あ、同期な、中学生。え、ごめんなさい、これさ、なんかシフトやと思われたらすごい嫌なんですけど、レッスン2です、ごめんなさい。え、もうテロップ入れよっかなレッスン2ですって入れちゃおう、テロップ。
レッスンにだお。危ねえわこれ、シュートやと思われたら。レッスンにトラップ、あい。声もたくさんみんなにレッスンしてるように見えるけど意識はしてるのかな。え、最近あの客席もどんだけた、初日からどんだけ立ってんねんって感じなんですけど、最近やっとめちゃめちゃ見れるようになりました。気づいてるんですかね、気づいてますか皆さん。八木はサトタンと弥生ですね。自分は松尾とさくらちゃんの顔だな。うわ、そんなん言ってくる人おらんわ。ありがとうございます本当に。周年のため戸籍もねあるみたいなんで、ぜひちょっと可愛く撮っていただけたら嬉しいです。じゃあおにぎりの具で、じゃあおにぎりの具で一番好きなのは、話飛びすぎやろ絶対。おにぎりの具で一番好きなのは鮭、紅鮭、焼き鮭よりも紅鮭の方が好きです。可愛い系が好きなのね、可愛い系が好きですね。みかなさんももうご存知の通りすごい美しいんですけど、美人系よりも可愛い系の方が好きかもしれないです。でもね、みんな可愛いですね。壁とで落としそうなぐらい白い。でもなんか肌は白いねってよく言われます。白いですか肌。肌の白さもやし、なんか下まつげがめっちゃ長いって言われますメイクさんにね。お目目出た出た系は好きなんかな。え、確かにサトタン出たいい。弥生の瞳ってさめっちゃ茶色ですよね。あんな吸い込まれてまうってみたいな。フーアさんもめちゃめちゃ出たいですね。え、今日の MC でも言ったんですけど、めちゃめちゃ目力あるしね、目出たいの人憧れます本当に。ちょっと本当に聞いてほしい。これは慰めとか求めてるとかじゃないんですけど、なんか自撮りするときになんかもう自分の目がちっちゃすぎてどうしようってちょっと落ち込むんですよ。なんかツイッターとか見てたらやっぱ弥生とかあゆぷんとかもさすごいね、目はプリプリじゃないですか。めちゃめちゃ可愛いね、自撮りが流れてくるのに、私はスマホのアプリ開いたら同じカメラアプリ使ってるんですけど、だいたいね、え、もう目ちっちゃってなるんですよ本当に。本当にちょ、慰め欲しいとかじゃなくて本当に結構悩んでて、自撮りが下手なんですよ本当に。そう、実物も可愛いわけじゃないんですけど、自撮りが下手ですごい、写真撮ったらなんか撮れてんの見たらなんか思ってたのとちゃうみたいな、めちっちゃうみたいな思うんですね。そういう悩みがあるんです最近。あ、気づいてて怒った、みんなシフトじゃないよ。表情がすごい良くなりました。うわ嬉しい。 N と M のどの先輩のダンスが好き。でもダンシングハイの佐田のはるかさんとかめちゃめちゃ綺麗って思いますね。あと、あ、M さん、N さんと M さんではないんですけど、ジオンさんの踊り方めっちゃ好きです。マジですごい上手いなって思いますね。ね、コメント読むのちょっと本当にやよいやい。ハトシマクのおもろすぎやろ。自撮りは否定できないかも。え、マジで自撮り下手ですよね本当に、ごめんなさい、練習します。
ジオンさんはレッスンもすごい、ですよね。なんか一緒に出てても思いますもん。めっちゃ見てはると思って、普通になんか普通にあの曲中もね目あったら普通にキュンってなりますもん、ジオンさんね。8期生で自撮りうまいのは言うて、悟ったんじゃないですかね、自撮りうまいの。弥生のなんか表情とか好きですけどね。めっちゃ弥生のツイッター見てるからめっちゃ知ってるんですけど、なんか雨でジメジメしてるけど頑張ろうみたいなツイートの表情こんなんしてて可愛いなと思いました。ペンライトは渡りました。渡るよ。でも美咲さんとねすごいペンライトカラー似てるんで、ちょっとちゃんと見ないと、あのちゃんと 見たら自分やってなるけど、なのでちゃんと見てます。うわ、なんかオイル変わってる。自撮りはアミちゃんが一番待ってね。アミちゃんの自撮りも好きですよね。好きですね、いろんな表情できますよね。私ずっとなんとピースですよ。そろそろ成長します。やばい、50分喋ってた。また1400人の皆さんありがとうございます。自然光で撮ると漏れるらしいよな。それはめっちゃ思う。でもだから最近劇場で漏れる場所がメイク部屋とトイレの前なんですよ。なので自撮りするときは外に行ってます。光の使い方で結構変わるよな。大事ですよね。でも漏れるスポットあるんですね。そうなんですよ。普通の練習するとかは光の問題でちょっとあんま漏れなくて、メイク部屋とトイレ前がいっちゃ漏れます。白い光がね漏れるんです。自分の顔右と左どっちが好きなの。うわー、なんかありますよねそれ。ちょっと本当にそれも言うと分かんないんですよ。どっちなんでしょう。でも目はちょっと左右で大きさ違うんですよね。どっちやろ、どっちが好きやろ。どっちが好きやろ。ちょっと考えときます。明日早起きやからそろそろ寝るな。わー、ありがとうございます、やってくださって。もうね、もう0時までやっちゃいます。ごめんなさい、本当に。おやすみなさい、皆さん。抜ける人は全然抜けてもらって。おやすみなさい。浴衣のひくめツイン。似合ってて可愛かった。ありがとうございます。あれですよね、京都のね、ピンクの浴衣ですよね。楽しかった、京都。アーノさんとね、ワコポンさんと行ってて。ね、行きたい、ほんまに。午前と午後で変わるからね。本当なんですよ、本当に目が張りやすくて、私顔もむくみやすいし、マジで。それはマジでアイドルになる前からずっとなんですけど、友達となんか昼に待ち合わせしてもプリプラとかね撮ってたんです、毎回。でも昼に集合して、大体友達は昼ぐらいに集合した後撮ろうみたいに言うんですけど、もう目はまだ昼の時点でまだ腫れてるんですよ。なので顔をね熟成させて、その間にご飯食べたりとか服見たりして、いつも夕方ぐらいにねちょっと一緒に撮ってましたね。ランキング忘れないように、忘れないようにします。ごめんなさい、もう10分ない。もうあっという間すぎますね、ちょっと。
最近改めてヨトドの美しさにビビってます。マジですか？ヨトドを、嬉しいわ、あの人は夕方でよかったね。ほんまに良かったけど、逆に夕方やったら寝すぎるっていう件もあるんです。本当に。なのでちゃんとも一部の人並みに早起きして、ちゃんと寝転ばない、寝転んだら水分下に行ってむくむらしいんですよ。なのでちゃんと座って勉強しておきます。朝プラの話というのを思ってて、ちょ聞いてください。前の前回の話といい、多分一発目スピンで行きました。ちょっとアホですね熟成させるんですよ。そうなんです。さくらちゃん朝弱い？朝弱いけど、ちゃんと予定はあったら起きれますね。ラーメンとか食べたらめっちゃむくんじゃうんですね。ポニーテールむくみやすいのとか、そんなんあるんですか？でポニーテールしてもらうとき、私いつも目を下にやってますよ。めっちゃこうやって、楽しみですね。お話したい。パンダポスのときパンダメイクしてほしい。めっちゃ期待されるんですけど、それ朝から肉はツリリと。朝ごはんはでもなんかあんま食べないタイプで、本当に桃の時期がもうちょいで終わっちゃうんですよ。まだギリギリ桃のストックあるんですけど、どうしよう、桃なくなったらちょっとね頑張れなくはないけど、桃の力ってすごいんですよ本当に。ランキング読みます。死ぬ、パンダ白塗り期待されてんの死ぬやろマジでもうなんかネタやんそんな発表しますとか言ってなかったよな、いつもごめん。男女読みます。13位ノーネームさん、ありがとうございます。12位富士さん、ありがとうございます。11位ズッポロさん、ありがとうございます。10位ジョーさん、ありがとうございます。9位小泉さん、ありがとうございます。8位イッシーさん、ありがとうございます。7位きっぺいさん、ありがとうございます。6位ゆのさん、ありがとうございます。5位けんさん、ありがとうございます。4位はとちゃん、あの桜押しさん、ありがとうございます。3位きねさん、ありがとうございます。2位とつちゃんさん、ありがとうございます。1位山田真剣佑さん、ありがとうございます。わーい、楽しかったぜえ、缶詰と普通のおまんがやっぱ全然違うんです。でもね、缶詰でも我慢しようね。梨とかはやってるちゃうわ、旬やんな。次まこち桃モッツァレラ食べてましたね。おしゃれっすわ。一日お疲れ様、ありがとうございます。本当にお疲れ様、ありがとうございます。100パンのショールーム楽しいわ、嬉しい、そんな言ってもらえて。ちょっと待ってください、言うの忘れてた。めっちゃ言いたいって思ってたんですけど、聞いてください。リサに誕生日プレゼントもらったんですちょっと遅れてごめんねって言われたんですけど、なんとグミの詰め合わせもらって、ペタグミとピュアラルグミとプレグミリングと果汁グミとヒットチニグミのライチ味もらいました。かわいいな、ほんまに。あのもらうところをね、動画で収めたから、もしかしたらツイッターに載せるかもです。な、ほんまに。そう、グミリング見つけました、回しましたんで、つけて写真載せます。またね。マジでかわいない、グミのツイッターくれた、めっちゃ嬉しい。しかもちょっと出したいんですけど、このマジでこれ美味しいんです。
やばい、あと2分で終わっちゃうんですけど、フィットチューニングミのライチ味マジで100円でめっちゃ量入ってるし、ライチ味に外れないんです、グミにね。はい、これも買っちゃった。ライチ味、ライチ味のグミ本当に外れなくてめっちゃ美味しいので、ライチ味ちょっと皆さん食べてみてください。本当にグミ好きなんで私。嬉しいプレゼントやね。ね、ほんまに可愛いなりさは。うん、ほんまにマジでライチ味美味しいから。プレグミも美味しいしね。終わるかな。1599人さん、ありがとうございます。明日買いに行きます。本当におすすめです、ライチ味食べてね。ちょっともう切ろうかな。ありがとうございます、バイバーイ。スクショタイム、バイバーイ。切ります。いや切れへん、どうしよう、切ろう。切ります。バイバーイ。